お疲れ様です。漫画イラストマスター科1年トランタイガと申します。これから定時報告を行います。今は、音と光の絵本プロジェクト、光と音の絵本プロジェクトの、資料集めをしています。その中のお題で、チューリップというお題があったので、今チューリップについて検索をかけて調べているのですが、いろんなチューリップがあるんだなって初めて知りました。はい、結構こうやって調べてみると面白いチューリップもあって、すごいやりがいがあります。はい、これで定時報告終わります。